今日は来てくれてありがとう。この料理すごい美味しいからさ、ぜひ君食べてもらいたくて。美味しかった。そうか、よかった。それでその、あ、そうだ、今日の料理に入っていたししとう、時々すごい辛いやつが入ってる時あるでしょ。それの辛いやつが入ってる確率って知ってる？実はね、10% なんだって。だからししとうを10本食べたらほぼ確実に1本は辛いやつを食べてしまうっていう計算なんだよ。ね、面白いよね。いやいや、物知りとかじゃなくて、そういう確率の話が好きなだけだよ。それで、その、突然で悪いんだけどさ、僕と結婚前提に付き合ってくれないかな。ダメ。まあ、そうだよ、しょうがないよね。君は魅力的な女性だし、こう何よりその、たくさんの男性から僕を選ぶことは少ないよ。しょうがないよね。それで、その、突然で悪いんだけどさ、僕と結婚前提に付き合ってくれないかな。やっぱりダメ。そうか、そうだよね。あ、そうだ。突然で悪いんだけどさ、僕と結婚前提に付き合ってくれないかな。ダメ。あ、そっか。うん。よし、じゃああと1回だな。突然で悪いんだけど、全然。あ、なんで何回も聞いてくるかって。愛の告白っていうのは約 25% の確率で成功するんだって。だから4回に1回は成功するって計算なんだよ。うん。だからさっきのその下り、もう1回お付き合いください。さ、突然で悪いんだけどさ、僕と結婚前提に付き合ってくれないかな。うん。スマホいじってないのさ。おかしいな。あ、そうだ。僕は次男です。付き合ってください。付き合ってください。付き合ってください。ダメか。次男が一番モテるって計算なんだけどな。え、僕と付き合う可能性は 1% もない。そうか。そうか。分かった。じゃあ少数点以下の可能性はまだ分かんないってことだよね。1000回1万回と試行回数を増やしていこうと思います。僕と付き合ってください。僕と付き合ってください。